ってあげるかな。そうなの？眩しいね。この先カーブがあります。よくここ自転車で走るな。怖いよね。真っ赤だったっけなっていうぐらい。確かこのトンネルの先だった気がするんだよな。そこだと思う。
そうだね、そうだったね。跳ねたくなる気持ちもわからんでもないけどさ、汚ねえな車が。このお店までやってるんだな。
子供はこのわさびカレーって食べてるんだよね。食べたよね。食べた。美味しかったんだよね。そう、何気にね、美味しかったの、うん、で、俺ちょっとね、家でわさび入れて食べたりしたもんね、少しね。5時ぐらいには終わっちゃうのかもしれないし、早いんだよ。でも大人しいな、ずいぶん。止まっちゃってるじゃん。一時停止してますよ、こっち、うん、長旅ちょっと疲れちゃったかもしれない。ああ。いやいや、明日ね、8時半に丹波山と小菅村両方から、歩き始めて、平成の陣取り合戦って、ちょっとポスター貼ってあるけど、イベントやるんですよ。今日やってきたんですけど、はあ、明日ね。持っとけって言っちゃっていいの。あれがでかい。どうだろうね、さっきのところじゃん。